はい、カット。バーチャルプロダクションというのはアナログと最新技術の融合だと自分は思いました。背景はですね、デジタル CG で作られているんですけども、そのカメラの前でこう引きを振ったりですね、俳優がその場で足踏みをしたりとかですね、これはバーチャルプロダクション以外では得づらい撮影方法だなと思いますね。とても普通ロケをして3日間で撮り切るっていうのはなかなか不可能な作品だったので、テクノロジーが上田監督のやりたいことを解決してくれたのかなというふうに思ってます。今まで監督だったり物を作りたい人たちの頭の中にあるイマジネーションの世界、それを現実に持ってくる大きなツールになると思ってます。バーチャルプロダクションによって可能になる新たな表現があると思います。